まだ誘えてない？はい。おいおい、朝の威勢の良さはどうしたんだ。ヘタレな司に無理強いするのは良くないと思うな。いや、勢いって大事だよ。多少強引なぐらいがいいんだって。今頑張らなくていつ頑張る。今日という日は今日しかないんだぜ。そうでしょうか。そうだよ。さあ勝負を決めに行こう。やっぱりダメだよ、今日じゃないと。行けってガフガフな、アイラ、何かあった？元気ないみたいだけど。今日司にいろいろ迷惑かけた。別に気にしなくていいのに。っていうか今日のアイラはなんだかいつもと違ったね。洗濯してくれたり片付けしてくれたり。役に立ちたかったので。え？司の役に立ちたかった、アイラ。あのさ、今度の休みよかったら二人でどこか遊びに行かないか？それは何の仕事？仕事じゃないよ、プライベートで。つまりデートしようっていうかしてください。すれば司の役に立てる？役に立つとかそういうんじゃなくて、でもオッケーしてくれたら俺はすごく嬉しい。やっぱりダメか。わかった。だよね、そりゃそうだ。行く。プライベートだよ、本当にいいの？じゃ、決まりだ。賭けは俺の勝ち。明日のランチおごりね。